ねえねえターボチャージャーちゃん。どうしたんだ？自然吸気ちゃん。奇跡的に抽選に当たった再再販ランクル70だけど、いつ頃に納車されるの？最初は1年くらいは覚悟してほしいと言われたが、予定より早く納車されることになりそうだな。そうなんだ。それはよかったね。また車貧乏生活が始まってしまうぜ。頑張って維持しようね。ランクル70といえば先日開催された群馬パーツショー2024で、マニア換気の新情報が明らかになっていたな。発売されたばかりの車にマニア換気の新情報。まさか MT が追加されるとか。いやさすがにそれはないか。あるんだなそれが。マジかよ。と入っても 99% ありえなかったことが、ワンチャンあるかも？になった程度なので。期待しすぎると痛い目を見るけどな。だよね。焦りは禁物。また海外市場で販売されているナローボディ仕様を、日本向けに導入しようとする動きもあるようだぞ。嘘でしょ。というわけで今回は群馬パーツショー2024で明らかになった、再再販ランクル70の新情報を紹介するとともに、今後登場するかもしれない再再販ランクル70の新グレード、その仕様や価格発売時期などを考察していこうと思う。よろしくお願いします。分キャス。群馬パーツショーとはその名の通り、車の最新パーツやグッズを展示販売するイベントだ。群馬トヨタグループが主催していることもあり、トヨタ車、特に 4WD 車に強いイベントとして知られている。群馬パーツショー2024年のロゴにも、GR ヤリスと再再販ランクル70がいるね。そんな北関東最大級のカスタマイズイベントが、7月5日から7月7日の3日間にかけて開催された。そこで再再販ランクル70に関する、とんでもない新情報が明らかになったぞ。とんでもない新情報。詳細が気になる。2014年に1年限定で再販されたランクル70が、再び復活することに驚いた人も多いだろう。正式発表前から噂になってはいたけど、話半分に聞いてた人も多いんじゃないかな？2023年11月末に再再販されたランクル70は、原点回帰した丸めフェイスのデザインに、AT を設定したり安全装備を充実したりして、多くの人が魅力を感じる車になったと思う。万人受けする車になったと思うよ。さらに再販時は1ナンバー車だったが、今回の再再販では3ナンバー車となった。商用車から乗用車になったわけだ。だけどランクル70って本来は商用車だよね？その通りだ。だから3ナンバー車になったことを、マイナスに考えている人もいるな。トヨタが今の日本で求められていることを考慮して、乗用車として大きな進化を遂げることになったが、安全性や快適性の向上と引き換えに、薄れてしまった要素があるのも事実だ。再再販ランクル70は耐久性や悪路走破性が低下して、ナンパな車になったって意見もあるみたいだけど、実際のところはどうなんだろ？まあ多少ナンパな車になったことを否定はしないが、現代では再再販ランクル70でも十分硬派だからな。ラダーフレームプラス前後リジットプラスデフロックで、走破できない日本の道はほぼないだろうし。搭載している 1GDFTV 型エンジンだって、ランクル70史上最強のパワーユニットだ。確かにスペックは最強かもしれないけど、1GDFTV 型エンジンなんて歴史の浅いエンジンを、ランクル70に乗せるのはダメだって意見もあるよ。2015年にデビューして9年も経っているのだが、果たして本当に歴史の浅いエンジンだろうか？もうそんなに経つのか。今でこそランクル最強のエンジンとして知られる 1HZ 型だって。ランクル70に搭載された時は新開発エンジンだったんだぜ。個人的に耐久面ではエンジン云々よりも、電子制御や安全装備の方が心配だな。まあ昔と違って法的な制約がある以上、採用しないことには再再販できないし、軽自動車以下といっても過言じゃないくらい最低限の装備で、少しでも故障する箇所を減らそうとしてるのは好印象だけどな。まとめると乗用車として魅力的になり、その上で高い耐久性や悪路走破性を有している。その一方でワークホースとしての本分は、鳴りを潜めていることも否定できない。それが再再販ランクル70という車だった。だった？群馬パーツショー2024では中東仕様のランクル70が展示されていたのだが、その姿はまさにワークホースという感じで、日本向けと全く違う仕様になっていた。全く異なる仕様って、一体どんな感じなの？その違いについてざっくり紹介すると、ナローボディ仕様でシュノーケル付き。
武骨な鉄筋ホイールを履き、バンパーにはウィンチも装着されている。さらには後部座席を取っ払いツーシーター化することで、荷室空間を大きく広げているところも特徴的だった。それはすごい。なんでまたこんな割り切った仕様を。日本では JAF をはじめ様々な現場でランクル70が愛用されているが、そのほとんどは走行距離が多く経年しており、新しい車両を求める声が増えているらしい。乗用車として最適化された再再販ランクル70じゃなく、そういう現場で活躍できるランクル70ってことだよね。もちろんだ。そのためトヨタは今回は提案という形で、あえて割り切った仕様を出展して、様々なユーザーの意見を取り入れた上で、今後の商品化に役立てたいという感じだ。今後の商品化って、自動車メディア車のニュースによると、今回のランクル70中東仕様の担当者は、我々としては日本でナローボディを復活させて、現在よりも安い価格でご提供したいと語ったそうだ。なんだと？それもう確定演出じゃん。この担当者は十中八九トヨタ関係者だと思うが、記事では明言されていないことを伝えておく。でもトヨタと無関係の人がそんな発言するわけないし。それはその通りだが一応な。でもそこまで前向きな発言をするなんて、実はもう発売するの決まってたりして。群馬パーツショー2024で意見を集めて、日本に投入できるのかを考えていきたい。こんな感じのことを話していたそうだから、トヨタ自体も発売する気満々っぽいな。今より安い価格で提供したいってのも、結構なサプライズ情報だよね。どんな仕様になるのか気になる。ここからは今後登場するかもしれない再再販ランクル70のワークホース仕様。その内外装デザインや価格、発売時期などを考察していきたい。まずは外観デザインからだね。一般的な車だとバンパーの形状や素材が変わったり、エアロパーツの有無などで差別化したりするけど、再再販ランクル70はそもそも豪華じゃないし、どうやって違いを出すつもりなんだろう。現在の AX グレードとワークホース仕様で、大きく変わるのはフェンダー周りの造形だ。無塗装樹脂のフェンダーを装着している AX は、迫力がある代わりに前幅が広く使い勝手は悪い。ワークホース仕様はナロー化で前幅を狭めることで、様々な現場で扱いやすいサイズ感にするのだろう。見た目が好きって人も多いし、その差別化は大歓迎です。ちなみにナロー化しても前幅は大きいため、4ナンバー車や5ナンバー車になることはない。じゃあ再販時みたいに1ナンバー車か、AX と同じ3ナンバー車のどっちかだね。高速料金などを考えると3ナンバー車がいいが、1ナンバー車であれば税制などで優遇される。ワークホース仕様として企業や観光庁が使うなら、1ナンバー車の方が都合が良いかもしれないな。その他に変わりそうな部分はある？ AX はヘッドライトがバイビーム式 LED となっているが、ワークホース仕様はハロゲン式となる可能性が高い。差別化とコストダウンのため？それもあるが LED ヘッドライトは熱を持たないため、ヘッドライトに付着した雪が溶けず凍ってしまう。そうなると光が遠くまで届かず見通しが悪くなり、安全に移動できる範囲や役割が制限されてしまうんだ。なるほど。どんなところでも走れるところが売りなのに、雪が苦手なのは致命的な弱点と言えるかも。ランクル70の主力市場は比較的暖かい地域が多いから、降雪のことはあまり考慮されていないのかもしれない。ワークホース仕様がハロゲン式なら、その弱点は解消されることになるね。あと AX は16インチのアルミホイールを装着しているが、ワークホース仕様は鉄筋ホイールとなる可能性が高い。最高ですやん。ランクル70は鉄筋がよく似合う車だし、価格も安くなるだろうし良いことずくめだ。鉄筋ホイールが好きじゃないという人は、車外ホイールに変えたら良いだけだしね。また賛否両論ある再再販ランクル70のテールランプについては、再販時のようにダミーレンズを装着するかもしれないそうだ。そんなに不要だったの？わざわざ変更するということは、そういうことなのかもしれないな。個人的には後ろから見て再再販ランクル70とわかる、数少ない特徴の一つなので気に入っているのだが。やっぱりあの位置にテールランプがある方が好きだって人は、自分でカスタムするだろうしそのままで良い気もするけどね。外観デザインに関してはこんな感じで、次は内装デザインについて考察しよう。再再販ランクル70の内装デザインって、気取った感じがなくてかっこいいよね。そうだな。ランクル40をモチーフにしたアナログメーターパネルに、今時珍しいマニュアル式エアコン操作スイッチなど。再再販ランクル70は外観デザインだけではなく、内装デザインについても見どころが多い車だと思う。
ただ価格帯を考えると、質感は低めなんだよね。そういう車じゃないからって言われたらそれまでだけど。インパネ周りはほとんどが樹脂製だし、ドアなどは鉄板がむき出しになっている。決して質感が高いとは言えないサイサイハンランクル70だが、ワークホース仕様はさらに貧弱になってしまうだろう。もう削るところなくない。それが意外とあるんだよな。AX のドアトリムはレザー張りなので、樹脂パネルにすればコストダウンできる。ステアリングホイールもウレタン製にしたり、再販時の古いパーツを使ったりすればいい。メーターパネルも変更できそうかな？あと AX は割と豪華なシートを採用しているので、乗り心地と質感を落としたものに変更されるはずだ。ワークホース仕様に乗り心地や質感なんて必要ないもんね。群馬パーツショー2024で展示されてた車両は、荷室拡大のために2シーター化されてたよね。まさか今後登場するワークホース仕様も、2シーター化するつもりなんだろうか。企業や観光庁がそういう仕様を求めているのなら、トヨタも2シーター化した上で発売するはずだ。ただワークホース仕様イコール2シーターにする必要はなく、簡素な後部座席を設けた仕様を用意する可能性もある。どっちもあると助かる。スペックはどうなるかな？基本的には AX と同じだろうな。 AX は 2.8 リットル直列4気筒ディーゼルターボを搭載していて、最高出力204馬力最大トルク 51.0 キロと超パワフルだが、そんなゴージャスなエンジンをワークホース仕様に乗せる。高い動力性能を本当に必要とするのは AX ではなくワークホース仕様だろう。確かに。じゃあ 1GDFTV 型エンジンの搭載はほぼ間違いないと思っていいの？再販ランクル70に搭載されていた 4.0 リットル V 型6気筒自然吸気の 1GRFE 型や、ランクル250と同じ 2TRFE 型といった選択肢もあるけど、どちらもガソリンエンジンだな。単なる廉価版として 2TRFE 型を搭載するならありだが、ワークホース仕様として考えるとパワー不足だと思う。1GRFE 型もロマンはあるが燃費は悪いし、やはり 1GDFTV 型がベストな気はするな。トランスミッションはどうなるの？近年は働く車も AT が主流だ。そのため再再販ランクル70のワークホース仕様は、AX と同じ 6AT を搭載する可能性が高いはず。また MT が追加される可能性もある。再再販ランクル70を MT で操れるなんて、最高すぎるのでぜひ実現してほしい。だけど 1GDFTV 型エンジンと組み合わせられる MT ってあるの？それとも MT を搭載するグレードだけ、ガソリンの 1GRFE 型を搭載するとか。トヨタはランクル70の豪州仕様などに搭載されている。1VDFTV 型ディーゼルプラス MT を廃止にすることを発表した。その代わり 1GDFTV 型に 5MT を組み合わせた、新モデルを投入することを明らかにしている。つまり日本向けに MT が追加設定されるのであれば、1GDFTV 型エンジン5プラス MT の組み合わせが有力だな。マジか。1GDFTV 型のモリモリトルクを MT で操れるって絶対楽しい。もちろん無事ワークホース仕様が発売されても、MT の設定はないというパターンはあり得るが。トヨタさん MT を日本にもお願いします。近年のトヨタは市場の要求に応えようとする動きがあり、再再販ランクル70の場合はそれが特に顕著だから、ユーザーの声次第で MT を追加する可能性はあるし、個人的には期待しても良いんじゃないかと思っている。そうだと良いね。もし発売するならいつ頃になるんだろ？車のニュースによるとナローボディ仕様は、発売までに最低2年の時間が必要とのことだった。再再販ランクル70の生産枠って、確か2年先まで埋まってるよね。となると現在の受注をさばききったタイミングで、追加販売が実施されることになると思うけど、もしかしたらその時にマイナーチェンジを実施して、ワークホース仕様や MT が追加されるかもしれない。現在は月400台前後が生産されているようだが、安価なワークホース仕様が登場するのであれば、今以上に手に取れる層が増えるはずなので、思い切って増産してほしいところではある。そういえば価格はどうなるの？群馬パーツショー2024に展示された車両の担当者は、車両価格をできるだけ抑えたいと話していたらしく、車のニュースではもしかすると、400万円を下回るかもしれないと予想している。さすがに安すぎるのでは。AX は480万円だったよね。私もそう思う。現在は新車の値上げが凄まじいことになっており、
AX の価格も再販時から120万円ほど高くなっている。たとえワークホース仕様と入っても、AX との違いは主に内外装となる。パワートレインとかはおそらく共通だしね。多少デザインや質感が簡素化された程度で、一気に80万円も安くなるとは思えないな。内外装をコストダウンした上で、ツーシーター化すればワンチャン。現在の再々販ランクル70だって販売が再開する頃には、物価高騰により価格改定が実施される可能性もある。それでワークホース仕様が400万円を下回ると、価格差は100万円に近くなるので現実的ではない。内容を考えると450万円前後が妥当かな？そのくらいなら全然あり得るな。430万円から440万円で登場すれば最高だが、さすがにちょっと厳しい気もしている。企業とか観光庁への納車が優先とか、生産台数が極めて少ないとか、ワークホース仕様ならではの特殊な事情が絡むこともありそう。というわけで今わかる再々販ランクル70、ワークホース仕様についてはこんな感じだ。ナローカに内外装デザインの簡素化、待望のディーゼル5プラス MT で低価格。マニアにとってはたまらない仕様が実現することになりそうだね。こんなのが本当に発売されることになったら、既存オーナーも乗り換えたくなるんじゃない？私はもともとフェンダーの主張が大きい車の方が好みだし、MT もスポーツカーで楽しめるから今のままで十分だ。ナローボディや MT を待ち望んでいた人が、購入できることを心から願っているぞ。私たちはもうすぐ納車される AX の方を楽しみましょう。現在、X、旧 Twitter で、みんなの愛車の写真を募集しているぞ。X でシャープブンキャスモーターショーという、ハッシュタグをつけて写真を投稿してくれ。すでに多くのブンキャス視聴者が、愛車の写真を投稿してくれているぞ。みんなが楽しく利用できるように、簡単なルールを設けているよ。自分の愛車の写真なら OK だけど、ナンバーは必ず隠しておいてね。もちろん見るだけでも OK。もし気に入った車があったら、いいねしてあげてほしいな。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またね。